2023年7月2日、衝撃的な事件が発覚した。札幌市の繁華街、すすきののホテルで頭部がない男性の遺体が見つかったのだ。被害者男性は恵庭市の会社員、浦仁さん62歳と判明。浦氏は事件発覚の前日の7月1日、犯人とみられる人物と共にこのホテルにチェックインしていた。この人物が浦氏を亡き者にし、さらにその頭部を奪って逃走したというのだ。その人物がホテルを去る様子は監視カメラにもしっかり捉えられていた。大胆極まりない犯行に、当初はすぐに犯人逮捕に至ると予想していた者も少なくなかった。しかしその予想に反して、得られる証拠が少なく、当初は犯人の性別さえもはっきりしていなかった。捜査を進める中で明らかになっていった犯人の計画性の高さと、深まる謎。今回はこの猟奇的事件の詳細を紹介していく。札幌市の繁華街、すすきののホテルで頭部のない男性の遺体が見つかった衝撃的な事件。遺体の身元は指紋や過去の予防接種の跡などから、恵庭市在住の会社員、浦仁さん62歳だと判明した。被害者の浦氏は職場では真面目で物静かな人物として知られていたという。私生活でも町内会長を務めるなど、家族からも頼られる存在だった。浦氏は事件発生当日の7月1日、家族には行き先を告げないまま自家用車で自宅から50キロほど離れた札幌市内に向かった。そして市内のあるホテル内で催されていたディスコイベントに、16時頃から一人で参加したことが分かっている。イベントには400人以上もの人が参加していた。その中でも浦氏は個性的で露出の多い仮装で光沢のある服に光るバッグを背負っており、イベント中かなり目立っていたという。また控えめな普段の様子とは異なり、ひとたび用意した衣装に着替えるとディスコの雰囲気に溶け込んでいたという。周囲の参加者たちとも積極的にコミュニケーションをとる様子が目撃されている。家族に何も言わずにイベントに参加していたことから、おそらく家族には秘密だったのだろう。6時間ほど滞在した後、22時ごろイベントを後にした浦氏。翌日に仕事を控えていたにもかかわらず、午後11時前にホテルの近くで犯人とみられる人物と待ち合わせをし、事件現場となったホテルにチェックインしていた。浦氏と共にホテルに入っていった人物は、つばが広めのハットに白を基調とした服装をしていたという。さらに黒っぽい大型のスーツケースを所持していた。浦氏のようにイベントに参加していた人物であれば、衣装などを入れるためのスーツケースを持っていたとしても不自然ではなかったのだろう。その後、入室から3時間ほどが経った翌日2日の午前2時10分ごろ、浦氏と共に入室した人物はフロントに電話を入れ、一人で退室する旨を伝えたという。その声は女性のものであったと当時対応したスタッフからの証言が出ている。その人物がホテルを後にする様子は設置されていた監視カメラにもしっかりと捉えられていた。しかしなぜかその人物の服装は入室時とは異なり、黒を基調としたものとなっていたという。札幌中央署捜査本部は一人で退出した人物の行方を追うが、手がかりは少ないという。捜査本部は周辺の防犯カメラ映像を解析。しかし捜査開始当初は被害者の浦氏との関係はおろか、性別すらもわからない状態であった。特定できたのは服装の特徴と持ち物のみ。ホテル周辺の防犯カメラには犯人が一度ホテルを出て道沿いに進むが、 U ターンして最初に向かった方向とは逆方向に歩いていく姿が捉えられていた。このことから犯人はあまり土地勘のない人物とも見られている。犯行現場となったホテルは市内随一の繁華街にあるが、比較的人通りの少ない場所に位置しており、目撃者は出ていない。そのため徒歩でホテルを立ち去った後、何らかの手段を使って逃走したのか、それとも未だにホテル周辺に潜伏しているかも明らかになっていない。事件発覚は翌日の2日午後3時ごろ。チェックアウトの午前11時を過ぎても客が出てこないことを不審に思った従業員が2階にある客室を確認しに行った。そして客室の浴槽内に頭部がない状態の遺体を発見したのだ。残された遺体に関しても当初身元の特定が難航していた。
しかし7月3日の夜になっても帰宅しない夫を不審に思った浦氏の妻が捜査願いを出したことで被害者が浦氏であることが発覚したのだ。警察の現場検証によると浴室に血を洗い流した痕跡があることから浦氏が浴室で命を奪われた可能性が高いとみている。また室内に争った形跡はなく遺体に抵抗した傷なども見つからなかった。そのためシャワーを浴びている時などに不意に背後から一撃を受けたり頭部などを強い衝撃が襲い気を失った可能性があると推察した。その後致命傷となる傷を負い絶命した後犯人によって頭部が奪われたとみられている。また現場には男性の頭部のほか男性の衣服や持ち物も残されていなかったという。さらに足取りをつかまれることを恐れたのか犯人とみられる人物がホテルを後にした直後被害者の携帯電話の電源が切られていたことも分かっている。警察はこの人物が大型のスーツケースを持っていたことから男性の頭部をスーツケースに入れて持ち去った可能性が高いとみて調べを進めている。捜査幹部は猟奇的で計画的、証拠は乏しいと認め事件解決の長期化も覚悟しているようだ。このように今回の事件には謎が多く残されている。まず犯人はなぜ浦氏の頭部を持ち去ったのか。これに関して犯罪心理学者の出口康幸氏はこう述べている。頭部というのは顔面を含むわけなのでその人間を象徴する部分です。犯人は浦氏に対して怨恨であったり愛憎のような負の感情を持っていたと考えられる。だとすれば犯人は普段から浦氏とある程度付き合いがあった人物ではないかと考えられます。二人は初対面ではなく何らかの感情のもつれから犯人がこのような行動に至ったのではないかと。もしくは被害者の特定を遅らせて捜査を攪乱する目的があったのかもしれません。また精神科医の増田雄介氏はこう分析した。頭部を戦利品として持ち帰るのか、もしくは個人で勝手に作り上げた妄想に基づいた儀式をするために必要だったのかもしれない。そして人の頭部を切断し持ち去るということはかなりの体力が必要です。3時間という短い滞在時間でそのすべての工程を完了させたということはかなりの知識と技術、また必要な道具を持ち合わせる人物ということになります。これによって犯人を男性とする見方もあるようですが、条件が揃っていれば女性でも可能。犯人は動物の解体を経験したことがあるなど人体の知識があったことが推測されます。また弁護士の結城トンフィー氏は、当初は全身をトランクに詰めるつもりだったが時間が足りなかったのではないでしょうか。計画的に犯行に及んだが予想以上に時間がかかり頭部のみを持ち去ったとも考えられますと分析している。犯人が頭部を持ち去った理由としては犯人が浦氏に対して強い恨みを持っていたことや捜査の攪乱が目的であることが挙げられた。さらにもともとは全身を持ち去ることが目的だったのが時間が足りなくなり結果頭部のみを持ち去った可能性も指摘された。人体を切断するにはかなりの体力を必要とするため当初は犯人は男性なのではないかとされていた。しかし知識と道具さえあれば女性でも可能という見解が専門家から出ている。実際元刑事で犯罪ジャーナリストの小川太平氏は当初犯人は男性である可能性が高いと見られていたが現在は女性である線が有力であるとして捜査が進められていることを明かした。頭部持ち去りの理由、犯人の性別に加え二人の関係性に関しても明らかになっていない。犯行の内容や待ち合わせをしていたことから見てもおそらく以前からの知り合いなのだろう。夜の繁華街で浦氏と知り合ったという人物の証言によると浦氏はともちゃんと呼ばれていたという。40代くらいに見えたので事件で実際の年齢を知った時は別人ではないのかと思ったという。この人物によれば浦氏の女装のクオリティは高く化粧もバッチリ、少し大柄ではあるが服装はナチュラルでおしゃれな女性そのものという印象だったと語った。ただ本人は女装はするけど
好きなのは女の子なんだと知り合いに話していたという。少なくとも 7,8 年ほど前からは夜のすすきので見かけられていた浦氏。常に綺麗な女性の格好をし、一人の時は物静かに飲んでいるが、知っている人がいれば楽しげに話す様子もあったという。 LINE 交換した相手から頻繁にメッセージでデートの誘いが来て困惑していた様子だったそうだ。夜の繁華街で家族には秘密の趣味を謳歌していた様子の浦氏。不特定多数の女性と LINE 交換などをしてやり取りする一方で、特定の存在を示唆したこともあったようだ。今年の春ごろ、知り合いに対し、彼女なんです、とスマホで写真を見せていたという。見た目は20代から30代。目鼻立ちがはっきりとした、ハーフっぽい美女で、浦氏はクラブで知り合った、と説明していたという。この人物が事件に関係しているのかは不明だが、もしこの人物が浦氏と親しかったのであれば、何か知っているのかもしれない。また、もし浦氏が複数の女性から人気を集めていたとすれば、もしかすると恋愛関係のもつれから恨みを買ってしまったとも考えられる。それとも全く無差別な猟奇的犯罪者による犯行だったのか。犯人が未だに逃走を続けている現在、真相を知ることは難しい。事件発生から1週間以上が経った今でも捜査は一向に進んでおらず、犯人逮捕までにはまだ時間を要することが予想されている。現在警察は異例の240人体制で捜査を進めているという。昼と夜、2つの顔を持っていた被害者の浦氏。家族や周りの人物に自身の行動を秘密にしていたことが裏目に出てしまったようにも思える。もしかすると犯人は浦氏のこのような状況を知った上で、それを利用して犯行に及んだのかもしれない。謎が深まるばかりの今回の事件。一刻も早く犯人逮捕に至り、真相が明らかにされることを願う。